秋文さん、答えが出たのでお伝えします。ポンコが出した答えとは一体で終わりましたね。これなんて言うんだろう、ポンコ。はい、ってことでこんちはゆうぽんです。なんだこの適当な挨拶。はい、ってことでですね、前回の秋文動画ご覧になってくれたでしょうか。いや、かなりの秋文動画ね、楽しみにしてくださってる方と、結構大好きですっていう、コメントとか、あと、この前のチェキ会でもね、お話ししてくれた女の子がいたんですけども、かなり大人気でございますね、秋文。で、それでですね、じゃあ何をすればお前は、ね、私のストーカーとか粘着をやめてくれるんですかと。ポンコは聞いたところ、なんか僕の望みに応えてくれたら的なこと言ってたんだよね。じゃあその僕の望みってじゃあ何みたいな。なんかやっぱその彼女になってほしいっていう。ちょっと考えさせてもろうていいですかってポンコは言って、その答えが出たと。どうすんの？え、これなんて言うんだろう。ちょっと見ていきましょう。そしたら続き。なんだい？教えて。私、秋文さんの彼女になります。おめでとう！秋文さんの彼女になります。ついにカップル成立。これ盛り上がってんのうちだけじゃね。なんかうわ、キモい。何この顔。それ嘘じゃなくて本当に？はい、嘘じゃなく本当にです。ポンコちゃん、僕今人生で一番幸せだよ。いや、そりゃそうだろうな。てかお前、彼女いたこと、ちょっとポンコ聞いてみて。これお前今まで彼女できたことあんのかってちょっと聞いてみて。秋文さんって今まで彼女がいたことはあるんですか？どうしよう、初めてっつったら、は初めてなんだ彼女。マジかよ、童貞かよ。まあそりゃそうだわな。38歳でしょ。じゃあ38年彼女がいなかったってこと。じゃあ生きてる年齢、ファースト彼女になっちゃった。最悪。ポコちゃんは？ポコちゃんは？私は彼氏いたことあります。そっか、じゃあ僕が上書きするね。もうお前に上書きされたらさ、もう速攻上書きするわ、誰かの男でも。やだ、こんなやつに上書き。秋文さん、肝心なことを忘れてませんか？私まだ未成年なんです。成人男性と真面目にお付き合いするには親の許可が必要なんです。私の両親に許可も兼ねて挨拶しに行きませんか？お、結婚するんか、そのまま。え、どうした秋姫、結婚させてくださいとか言われたら、結婚も考えてるんですつって。え、キモくない？無理なんだけど。でもなんか、なんだろう、ポンコの気持ちを考えたら、秋文と結婚なんだすごくかわいそうだし、まあ、まず彼女、その秋文の彼女になるってのと、あと私の彼氏になるっていうのもすごくかわいそうではあるんだけど、やっぱその私からすると、ちょっと面白いから、結婚まで行ってほしいなっていうのが本音ですね。緊張しちゃうね。おう。認めてもらえるように頑張れてきて。それお前ふざけてんのか。はい。冷たい。ポンコめっちゃ冷たい。まあ別に逆に認めてもらえない方がいいもんね。ポンコからしたら。そこでなんか、いやダメです。認めません。って言われた方がポンコ的にはいいんだろうな。もしかしてそれを分かって言ってるのかな？一旦心落ち着かせるように。大変失礼ですが、私の両親に会う前に髪型整えませんか？確かに。うん、美容院デートするって、デートって言ってない。美容院デートをするとは言ってないけど、まあ、髪型ちょっと整えた方がいいんじゃないかなっていう。なんかすげえ長いし、ボサボサだし、なんかそのままうちの両親に会っちゃったら、え、何このだらしない男って。なっちゃうじゃん。ちょっと失礼になっちゃうと思うんだよ。だから多少なりとも、やっぱ髪型はね、ちょっと整えてからのがいいかなと思うの。整えよ。もうなんかその顔一旦やめてくんない？その顔。初デートだね。もう恋人同士なんだし、手繋いでいこうよ。そうですね。あれ、恋人なのにめちゃくちゃ敬語使ってるぞ。うわ。うわ、やだ、うわ、やだ。うわ。うわ、手汗すごそう。ねえ、何やってんの？え、やだやだ、え、やだー。マジで最悪すぎる。こいつとデートだなんて。うわ、髪の毛すげえ、髪の毛すげえ、ポンコ。髪の毛がすげえ。いや、秋文ずっと見てるよ、ポンコのこと。ほら、もうポンコ怒ってんもんね。嫌そう。
めっちゃウキウキだろうな、今、秋文絶対。絶対ウキウキだわ、これ。うわ、てことで、秋文と初デートになります。秋文と初デートになります。すごく嫌です、初デート、秋文と。まあ、今回美容院に行くってことなんでね。ポンコのご両親に会う前に髪型をね、整える秋文ということで。え、イケメンだったらどうしよう、でも意外と。でも気持ち悪いのは変わりないからな。あと、秋文ちょっと臭いのか、いい匂いなのか、ちょっと気になるところではあるね。いやー、ちょっと、美容院に行って、どういう髪型になるのか、楽しみだね。いや、ポンコの両親反対すると思うけどな、さすがに。どうなんだろう。どこだっけ、美容院って。あっちか。あ、待って、ジュンタいる。ジュンタいるよ、ジュンタ。あれ？ポンコと、秋文。うわぁ、見つかってるぞ、ジュンタに。もう、秋文さ、ポンコのことしか見てなくて気づいてないね。あそこか、美容院。あそこだね。なんか、秋文手汗すごそう、ほんとに。ね、手汗すごそうじゃない？コントローラーを、触った後の手。来ました、美容院。どんな感じにオシャレになるのか。いらっしゃいませ。お二人で受付でしょうか？いえ、僕だけです。隣、僕の彼女なんです。可愛いですよね。余計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 。あはは、とてもお似合いです。絶対思ってないでしょ、そんなこと。今、ちょうどお客さんがいないので、お席へどうぞ。めっちゃ苦笑いしてるぞ、なんかこの店員さん。よし、じゃあ、さすが、秋文のイメチェンですね。ポンコちゃん、待っててね。はい、おしろ。はい。さあ、何にするの？気持ち悪いんだけど。いや、秋組何似合うかな？じゃ、これセンター分けは？え？でも、こっち見てくんない？こっち。秋組。あー、どうだろうな。似合うかな？でも、これちょっと風に吹かれた男の人になっちゃう。あー、もう髪勢いよく切っちゃう？いや、これは変わんない、今と。これはちょっともっとひどくなった。あー、でもなんか38歳って感じはするかも。なんか変。なんかもっとダメ。え？やめて、ね、その髪型ルイタなんだけど。ね、やめて、いい髪の毛だね、でもやだ、なんか。やだ。あ、違う。さっきのこの髪型がポンタだわ。こっちがルイタだわ。なんかリヴァイみたいでやだ。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 どれもない。これでお願いします。え、なんだろう。何の髪型にしたんだろう。え、気になる。切ってもらってるよ、今。え、何にしたの？お兄さん、彼女さんとお付き合いして何年目なんですか？今さっき付き合ったばかりでして、それで、彼女のご両親にご挨拶をと思い、10年ぶりに美容院に来ました。とっても楽しみです。10年ぶりか。じゃあ今まで自分で髪の毛切ってたってことか、秋文は。そっかそっか。そうなんですね。すごくラブラブでしたので、つい聞いてしまいました。嬉しくない？彼女さん、学生さんなんですか？はい、そうなんです。高校1年生で、僕が38歳の年の差恋愛です。それ言う？それ言うか、お前未成年で。お前それ言うか？未成年になんか手出してますって言ってるもんじゃん、あんた。そうなんですね。未成年だからというのもあって、ご両親に説明しに行くんです。認めてもらえるといいですね。僕もそう思います。で、どうなんだい？できたんかい？おー、その髪型で気持ち悪い。なんか綿棒みたいな顔だね。まあでもなんか最初のもっさい感じはなくなったかも。それでいいんじゃない？お姉さん、僕、かっこよくなりましたか？てか、ポンコどっか行ったんだけど。トイレかな？とてもかっこいいです。また彼女さん、惚れ直しますね。いや、褒め上手。お世辞が上手。お世辞じゃない。お世辞が上手。ポンコ。もう見てもいられなくて外見てるじゃん。
戻った。ああ、気持ち悪い。ほんと無理。お母さん、お父さん、反対してほしいな。ああ、やっぱそういう気持ちあるんだ。うわ、やだー。もう、自信に満ちあふれてる、顔が。お姉さん、ありがとうございました。よかったね。ポンコちゃん、終わったよ。どう？さっきよりは、いいと思います。冷めてる。冷めてる。本当に？じゃあ、行こっか。なんかやだー。キモい。これお金誰払うの？いくらお金？カットとセットで8000円です。はーい。あ、お金あるんだ、ちゃんと。ありがとうございました。ちゃんとお金あるんだ、でも。まあでもそっか。あれだよね。高級マンションに住んでるぐらいだからお金は持ってんの。どっからお金持ってんの、秋冬って。うわ、ちょっとそこら辺もね、これから知っていきたいね。やっぱお付き合いしたということで。はい、てことでね、ちょっとはい、ここにお父さんとお母さんいるんでね、聞いていきますか、早速、ご両親に。うわー、反対してほしいっていう気持ちはポンコのあれなんでしょ、本音なんでしょ、どうだろう。うわー、ついにご両親とご対面か。純太に何も言わずに、最悪だ。ここがポンコちゃんのご両親の家。緊張するな。で、やばー、あげる、やばー。じゃあ、インターホン押しますよ。緊張してきた。お、開いた。うわ、どうなるんだ、これ。